ガーンジー大観官カ,カツクは、ヨーロッパのイギリス海峡のチャンネル諸島に位置するイギリスの王室族領である。ガーンジー島、オルダニー島、サーク島、ハーム島、ブレッシュ島、ジェソー島などによって構成され、首都はガーンジー島のセントピーターポートである。イギリス王室族領であり、イギリス女王をその君主としているが、連合王国には含まれない。そのため、 内政に関して、イギリス議会の支配を受けず、独自の議会と政府を持ち、海外領土や植民地と異なり高度の自治権を有している。欧州連合にも加盟していない。したがって、イギリスの法律や税制、欧州連合の共通政策は適用されない。ただし、外交及び国防に関しては、イギリス政府に委任しており、主権国家ではない。なお、この記事では、 王室属領としてのガーンジーの他に、ガーンジー島についても扱う。正式名称は、英語ではベイラウィック・オブ・ゲルンジー、フランス語ではベイリッジ・デ・ゲルナゼイである。ベイラウィックは、大館の管轄区という意味であるが、日本語では、契約はなく、単に、ガーンジーと呼んだり、ガーンジー管区などと訳されることもある。代表的な島の名前である、ガーンジー島の名で呼ばれることもある。 紀元前6500年頃までガーアンジー島は現在のフランス本土と陸続きであった。先住民は紀元前5000年頃に農耕民族に追い払われた狩料民族である。933年、ノルマンディー公ギオームはチャンネル諸島を含む領地をブルターニュ公国から奪った。1066年、ノルマンディー公ギオームはイングランドを征服し、 イングランド王ウィリアム一世として退官した。それ以来、ガーアンジー島は歴代イギリス王室の直轄地となっている。1940年7月から1945年5月9日まではナチスドイツによって占領されているガーアンジー島はタックスヘイブン内市オフショア金融センターとして知られており、様々な外国企業が SPC を設立している。 ガーンジー党においては、法人税は0%から30%までの間で納税者が自由に選ぶことが可能である。これは、様々な国のタックスヘイブン税制に対応し、トリガーとなる税率をわずかに上回る税率を選ぶことを可能とするためであると見られている。日本においては、最高裁判所の判決により、ガーンジー党において納税者が支払った税は、 外国法人税に該当すると判断されている。もっとも、その直後に法人税法施行令が改正され、複数の税率の中から税の納付をすることとなるものと外国もしくは、その地方公共団体またはこれらのものにより、税率の合意をする権限を付与されたものとの合意により、税率が決定された税を上回る部分に限る。 がが外外国法法人税税のののの定義から除外されたたことににより現行税法の下で同様の事件が起きた場合逆の結論になる国際決済機関のクリアストリームに70の口座を持ち、そのうち約10だけが実名であった。匿名口座の大半を管理していたのはロイズ、ロスチャイルド、ボストン銀行であった。2010年、英国のシンクタンクにより、世界、 第26位の金融センターと評価されている。国家元首はイギリスの君主であり、従って2021年現在は女王エリザベス2世である。通常はイギリス国王に任命された副総督が職務を代行する。大官は公務員の長で同じくイギリス国王に任命され、立法府と司法府を管轄する。行政府の長は 政策審議会の代表である主席大臣と呼ばれていたが、2016年5月に政策審議会が政策資源委員会に改編されたことに合わせて主任大臣も廃止され、委員会総裁がその座を受け継いだ。以下の10の行政教区に分かれている。ガーアンジー島はチャンネル諸島の北西部に位置し、面積は63平方キロメートル。諸島内で2番目の大きさの島である。 最高所の高さは110メートルである。主要な産業は観光業と園芸品である。牛の家畜も盛んで、ガーンジー牛の乳製品もある。オルダニー島にチャンネル諸島で唯一のオルダニー鉄道がある。ガーンジー空港がある。イギリス人とノルマン系フランス人が主なガーンジー島の住民である。宗教は英国国教会が65%を占め。 残りはカトリックである。ありがとうございます。